まあ、スタートね、ここで、まあ、平原選手も佐藤選手も言ってますけども、まあ、8番の岡田誠吾選手がね取りきましたんで、まあ、この後牽制がね多少ちょっと入るんですよね、この後、岡田誠吾が前取ったのにまた上がったりとかして、うん、そうですね、おかしくなっちゃったから、最近ない光景でしたけど ね、 ね、うん、もう前取ったら腹くくってそこにいなきゃいけないんだよね。まあでも結局最後はね、また平原行くんだけど、平原選手が行って、うん、まあ、関東勢が前受けするんですけどね、うん、まあそれは、ね、佐藤慎太郎選手との中断行きたいわけですからね、こういうことやると事故につながるからね、うん、まあこれを見てね、平原選手がまあ前に取ってね、関東勢、これ多分川村選手が番手上がってきますから、2番、7番、8番と、ね、そこにまあ佐藤選手がいますから、ここに5番の菅田選手が上がってきます。でその後ろが北鶴選手と、ね、園田選手、まあ、後方に、まあ、山本選手と、ね、後ろの池田選手ということで6番4番となっていると思いますけども、前から2番7番8番、ね、そして東北の5番1番、そして九州の9番3番で、中四国の6番4番ということで、まあ、ここになると残り2周赤番のあたりでは、ね、6番の山本選手が一度は動いていかないと、ね、後方になります。このレースも基本ではあまり平原選手前受けしないんですけどもね、また珍しく前をね取ったっていうところで、まあ、ここからね動いていくと思いますけども、はい、まあ、北鶴選手もね調子上がってきてますから、ね、うまく走ればチャンスはあるかなという感じがしますし、はい、北鶴選手次第ではね後ろいる園田選手もチャンス出てくると思いますから、はい、まあ、ここから山本選手が、ね、徐々に上がっていくとは思いますけどもね、ここでから上がっていきます。まあこれはね本当にセオリー通り6番4番が行ったところにね9番3番が切り替えていくね。でここでねもう平原選手はもう引く体勢に入ってますから、でここでね6番4番の後ろにつき、その上をねここで北鶴選手が一回叩いたのはねまあ良かったなと思いますけど、はい、まあその上をねやっぱり後ろちょっとグランプリのね賞金かかってますから、一度はね菅田選手が前出て。これでね、ちょっと平原選手苦しい展開になったのかなと思ったんですけど、ここで山本選手たちがね、そう言ってくれたんですね。言ってくれたから、これ逆に平原選手が好結果にね、結びつきましたけど、まあ、ここで菅田選手がね、よく取りに来たんですけど、逆にね、川村選手が菅田選手に、ね、取られたんですけど、ここでまた再度、ね、川村選手がで。ちょうどその時にね、平原選手がまくってくれたんで、川村選手にとってはね、絶好だったんですけど、この池田選手の山がね、ちょっと大きな山になりましたよね。まあね、こう乗り越えをするんですけどね、そこにね加藤慎太郎選手がね伸びてきて、はい、まあ園田選手もねいいスピードで突っ込んできましたけど、ちょっとねボール線ちょっと遠くですね、はい、まあここは平原選手がしっかりとね勝って、まあその決勝もこれかなりね、はい、楽しみな一戦になりましたけども。